はい、どうもこんにちは。じゃあ今日もみんな日本語のレッスン20を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールはテフォームくれます。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。エグザンプルである Person A and B、 I'm a big person です。 B さんのお母さんは何を送ってくれましたか。 Person B です。母は私にセーターを送ってくれました。 By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences aloud immediately. I'm not sure how to do it. じゃあ、example ね、パーソンです。 B さん、お母さん、何送ります ?OK, we have to make テフォームくれます。パストね、くれました。B さん、お母さん、何送ります ?First sentence。B さんのお母さんは何を送ってくれましたか ?B さんのお母さんは何を送ってくれましたか ?Person B ね。母、私、セーター送ります。テフォームくれます。Past ね、くれました。母、私、セーター送ります。This. 母は私にセーターを送ってくれました。母は私にセーターを送ってくれました。じゃあクエスチョン1でパーソン S です。先生、何申し込みます?テフォームくれます。パストね。先生、何申し込みます ?S です。先生は何を申し込んでくれましたか。先生は何を申し込んでくれましたか。パーソン B ね。先生、日本語能力試験申し込みます。テフォームくれましたね。先生、日本語能力試験申し込みます。B です。先生は日本語能力試験を申し込んでくれました。先生は日本語能力試験を申し込んでくれました。じゃあクエスチョン2ね、パーソンです。チンさん、何おごります?テフォームくれます?パスね。チンさん、何おごります?エースです。チンさんは何をおごってくれましたか?チンさんは何をおごってくれましたか?パーソン B ね。チンさん、焼肉ビールおごります。テフォームくれました。チンさん、焼肉ビールおごります。B です。チンさんは焼肉とビールをおごってくれました。チンさんは焼肉とビールをおごってくれました。じゃあクエスチョン3ね。パーソン S です。チンさん、息子さん、何買います?テフォームくれます?パスト。チンさん、息子さん、何買いますね。エースです。チンさんは、息子さんに何を買ってくれましたか?チンさんは、息子さんに何を買ってくれましたか?パーソン B ね。チンさん、息子、おもちゃ、買います。テフォームくれました。チンさん、息子、おもちゃ買います。テフォームくれました。B です。チンさんは息子におもちゃを買ってくれました。チンさんは息子におもちゃを買ってくれました。じゃあ、ラストはね、クエスチョン4、パーソナルです。ベンさん、どれぐらい空港を待ちます?テフォームくれます?パスト。エースですね。ベンさん、どれぐらい空港を待ちます?エースです。ベンさんは、どれぐらい空港で待ってくれましたか?ベンさんは、どれぐらい空港で待ってくれましたか?パーソン B ね。ベンさん、1時間空港を待ちます。テフォームくれます。パストね。ベンさん、1時間空港を待ちます。ピースです。ベンさんは、1時間
空港で待ってくれました。ベンさんは1時間空港で待ってくれました。じゃあこれで今日のスピーキングの練習は終わりです。で、次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるのでチャレンジしてみてください。じゃあありがとうございました。